はい、皆さん、由美子さくらエンブロイダリーです。今回はですね、いつもの刺繍動画ではなくて、これからはですね、皆様にこう刺繍とかクロステッチ、まあもう総称して刺繍のことについてですね、お役立ちになりそうなことをちょっと配信も入れていきたいなと思います。で、今日はですね、刺繍の布、クロスステッチやフランス刺繍などのいわゆる布選びについてちょっとご説明をしていきたいと思います。ちょっと長くなると思いますが、よろしければ最後までご視聴いただけると助かります。はい、まずはじめにですね、こちらに用意している布はすべてクロスステッチなどに使える布です。はい。で、もちろん、実はこのギンガムチェックの布も使えたりします。一つずつご説明していきますね。こちらの方は、クロスステッチ用の専用布ですね。綿 100% でできています。よくメーカーさんでチャバクロスとか、アイーダとか、インディアンクロスとかですね。これはいずれも55目になってます。14カウントっていうのかな ?55 目になってます。おそらくお店に行かれたらよくこのあたりを見かけられると思います。私もこう、だいたい55目を使用しています。で、これよりもっと目が大きいというんですかね。こう、間の幅が大きいのもあるんですけども、それはよく小学生のお子さんとかに使ったりしますね。で、刺繍、クロスステッチの初心者の皆さんとかは、この55目ぐらいから始められると、まあ一番、表現豊かなものができるかなと思います。大体私は糸の2本取り、まあ2本取りっていうのもいつかご説明しますけども、大体55目を使用しています。で、55目を使用した作品がですね、これ最近私が YouTube 載せてたんですけども、このハサミ、を入れてるシザーケースはですね、こちらの布で、はい、こちらの、クロスステッチ用の布で、制作したものです。これ余り糸で全部やったものです。で、最後に、ブランケットステッチで合わせて作ったものです。で、あとこちらの方はですね、連続模様なんですけども、これも同じくこちらの、クロスステッチ用布で、刺してますけども、クロスステッチとはまた違ったこう連続の模様ですね。この穴がですね、一定幅に開いてるものなので、こういった連続模様とか、ここに私チェーンステッチ入れてるんですけども、実はちょっとフランス刺繍とかにも使えたりするかな。様々な可能性を広げてくれる布が、私はクロスステッチ布かなと思います。で、あとは、これは余り布でこれは余り布と余り糸で作ったんですけども、これ私物ですけど、こちらの方のクロスステッチを布で作ってますね。うん。で、これ糸はですね、いずれも2本取りですけども、だいたいこういう風なこう糸の表現ができます。はい。で、あとはですね、これはギンガムチェック、これちょっとヨレヨレなんですけども、これ私が娘が中学生の頃にランチョンマットとして作ってあげたんですけども、こういったギンガムチェックにですね、このマス目に、ちょっと太めの、これ6本取りですかね。かな。ちょっともうヨレヨレになってますけど、これよく皆さんスイス刺繍と言われるんですけども、こういった感じでこう、クロスステッチをこう、模したようなこうステッチを入れると、結構可愛い模様、つながり模様ができるスイス刺繍ですね。これもギンガムチェックで、お布地として使った一種のクロスステッチですね。なので、こういったギンガムチェックも実は使えたりします。
で、そのクロスステッチがですね、だんだんこう慣れてきたら、こういったこう目の細かいやつですね、これ。本当にこれ、私も老眼鏡になる前はよく使ってたんですけども、一目ごとの飛ばしで使っていく。多分これ、64カウントじゃないかなと思うんですよね、おそらく。ものすごくこれ細かいやつですね。これをこれリネンで、100% リネンです。で、糸は1本取りで、クロスステッチをしていきます。もうこれは本当にもう上級者向きですけども、細かい、表現ができます。いつかここにたどり着けるように頑張ってください。で、老眼鏡になる前にいろいろできた方がいいと思います。私はもう老眼鏡なので、ちょっと、ちょっともう難しいかな。で、こちらもですね、これも 100% リネンです。ちょっと柔らかいですね。で、これもですね、こういうふうにこう、クロスステッチって大事なのが、こう、一定期間、一定こう、間がですね、ちゃんと穴が開いて、これが正方形をかたどることができるものは、クロスステッチに対応、クロスステッチに使える布だなと私は判断しています。これはですね、そうですね、結構ざっくりとした感じになるステッチですね。私はよくデンマーク刺繍っていうんですかね、まあ、フレメって言うんですけども、そういったものに使っていますね。で、こちらはですね、これも実はこれはコングレスっていう、布です。綿なんですけど、これ、リネンではなくて綿なんですけども、結構硬いですね。触った感じはこう、硬いです。はい。こう、このあたりこう、綿 100% なので、こう、柔らかいんですけども、コングレスは本当にちょっとガツッとこう、反発をきます。これはですね、割と皆さん使われるのが、小銀刺しですね。小銀刺しとか、あとハーダンガーですね。によく使われます。はい。もう、これはこの、まあ、リネンですね。に比べると、ちょっとこれは穴のこう、開いてる感じとか、こう、糸の太さがですね、若干不揃いなので、割と素朴感が出るクロスステッチ布なんですけども、こちらのコングラスは、見事なまでにこう、一定の穴の大きさで、で、一定の間、で、糸の太さも一定しているので、ハーダンガー、コングル、小銀刺し。あと、ドローンワークとかも使ってるかもしれませんね。これ、私も前、ハーダンガーってやってる時使ってたんですけども、こう、糸が、抜けるかな。糸が抜けやすいんですよね。ちょっと一本抜いてみます。この辺りから抜けるかしら。つきますね。こういう風にしてこう糸が抜けるんですね。なのでこれは解けない。なのでこれは結構高ければお値段張りますね。はい。ですが、まあ、こうやってこう抜けますね。なので、ハーダンガー刺繍とか、こうドローンワークとかですね。そういったにも使えますけども、布の質感としては、やはりちょっと、固めな感じですね。はい。まあ、ぜひ皆さんお手元にですね、何かこう、本当に、100円ショップの、そうですね、布とかでも私作ったのがあったんですけど、布、結構、100円ショップの布からでも始めてもいいと思いますし、クロスステッチ用の布ですね。ですけど、まあ、こういった風な、手芸の専門店でですね、クロスステッチ用の布をですね、何かキットを買いながら購入されて、始められてもいいかなと思います。
で、まあ、クロスステッチ用の針とか、まあ、キットであれば針も入ってると思いますけども、クロスステッチ用の針はですね、フランス刺繍の針と若干ちょっと似てるんですけども、針先がですね、ここの針穴をちゃんと、捉えるために、クロスステッチ用の針はですね、針先がちょっと丸みを帯びてます。ツンツンって指を刺した時にフランス刺繍はがっつり痛いですけど、クロスステッチの針は若干丸みを帯びてるので、わかります。はい、針先をこう比べてみたらですね、よくわかると思います。はい、ではちょっとこちらのクロスステッチ用の布はちょっと外しますね。ですね、じゃあ次はですね、フランス刺繍に、使えるかなと思える布地をご紹介していきたいと思います。ちょっと私の作品をちょっと見ながらお話ししていきたいと思います。まずはですね、ちょっとびっくりなこのオーガンジー刺繍に使えるこのオーガンジー布ですね。これもまあフランス刺繍に使えます。皆さんよくアクセサリーとかですね、オーガンジーを、素材にしてそれに刺繍をされていく場合がありますけれども、このオーガンジー布に刺繍するときに気をつけることは、フランス刺繍の糸のこう裏の糸渡しの仕方をですね、綺麗にこまめに切ったりしないとですね、こう糸の渡しがこうベッてこうはっきり見えちゃうんですよね。なのでその渡し方を注意して使っていうことになります。なのでこのオーガンジー布もフランス刺繍には使えます。で、次はリネンですね。こちらもこちらも両方ともこれリネン素材です。で、まあこういった色がある素材はいいんですけれども、まあなぜかというとこう後ろが透けないからですね。はい、もう布選びで大事なのは後ろが透けてるか透けないかで糸のこう扱い方も若干変わってきます。で、こちらもリネンが混ざってますけども、こちらは後ろが透けませんので、そうですね、これ後ろの方なんですけども、結構まあこれは販売用ではありませんので、こう糸渡しもですね、こうピッピッってこうやってます。はい。ですけども、糸渡しをするときも、こう、一気にこう、何十センチも飛ぶような感じではなくて、割と私はまあ、数センチ程度で、はい。大体もう、長くても5センチ、4センチぐらいで留めています。はい。これ、裏です。はい。やります。で、次にですね、綿素材です。こちらになります。これシーチングに割と近いと思います。綿です。これ綿 100% ですね。はい。シーチングになりますね。これもほら、裏が透けないかどうか。これが私の布選びのまずチェック事項の一つですね。で、あとは綿とかリネンとかも、あまりにもこう目が詰まっていると逆にこう、針が通り抜けづらいんですよね。いくら先が尖っているからといっても、こう押した時にこう、反発があるんですよね。グッて。なので、糸のこう、針の通り抜け感も大事ですね。なので、こう、シーチングとか綿もですね、使います。はい。で、その先ほど、そうそう、これも大事でした。実はこの花柄もですね、フランス刺繍には使えます。って皆さんびっくりするかもしれませんけども、その猫の毛がついてる。逆にですね、こういったデザインの柄にですね、上から同じようなこう糸をフランス刺繍として、こうここだとサテンステッチとかですね、これに合わせて全く同じようなこう刺繍をしていくっていう場合もありますので、こういった柄物も実はフランス刺繍で使うこともできます。はい。なので結構布選びもまあ大事なんですけども、刺繍って一つの表現方法としては無限大の表現手段かなと思います。いわゆる一つのアートだと思います。はい。なのでこういった花柄とかですね、柄物にもどんどん挑戦して、逆に言うともう図案は目の前にありますよね。これにこれと同じようなこう薄いオレンジ色の色を、まあこれだとサテンステッチとか、
まあ、チェーンステッチとかで埋めていくとかですね、さまざまご自分がこうこれ好きだなと思うようなステッチの種類でですね、面を埋めていけば、まあ、いつの間にか自分が好きな図案がステッチになったわっていうふうになりますね。です。あとはですね、最後にですね、私が一番先ほどお話しましたの、目が詰まった素材に刺繍するのがとっても大変だっていうことで、こう実物を見せたいと思います。ですね、ちょっと今ボタンを閉じますね。ちょっと今ハンガーから外しちゃったので痛みが悪いかしら。これです。私のFacebook とかYouTube にも載せてあるんですけど、これですね。これがですね、これ私の娘の中学校時代の制服をですね、もったいないので私がもらって、まあいろいろ刺繍させてもらって、まあ、これなので非売品です。使ったもの人様には販売することはできませんので。これですね、やはり目が詰まっていたので、針同士が本当に大変でした。なぜかというと、やはり、学校の制服なので、これ綿 100% なんですけども、透けないってことが大事なんですね。だから、ものすごくこれ目が詰まっているんですよね。まあ、ここの一枚布のところはいいんですけど、ここの袖の部分とかはですね、やはりこう、きっちり厚みが、こう布の詰まり感がすごかったです。なのでこれはとっても刺繍するのに実はかなり苦労しましたね。この袖部分とかですね、このボタンの部分とかですね。なので刺繍をする時もですね、この布の厚みですね、こう厚い布には厚い布はあまり選ばない方がいいかなと思います。はい。ですね。なので、これは本当ちょっと苦労した、ここの厚みにですね、苦労した、ものですね。はい。こんな分厚いんですよね。はい。なのでまあ今日はちょっといくつかご紹介いたしましたが、まず要約をしていきたいと思います。はい。まあ先ほどお話ししましたけども、まずクロスステッチの布はこういうふうに正方形のですね、こう一定間隔の穴が開いていれば使えますよっていうお話ですね。まず初心者向けにはこの、ジャバクロスとか、アイダとか、手芸屋さんで売っているようなクロスステッチ布、特に55目ぐらいが、一番初心者の方には使いやすいです。で、もちろん100円ショップのですね、刺繍布もちょっと硬いではありますけども、使えます。はい。私実際使ってみましたから。ちょっと私が使ったのはどこの買ったのかな。ちょっと刺繍枠は貼れないぐらいのこうバリバリした硬さだったんですけども、こう持った状態でクロスステッチをするということを想定して作ってるかなっていう感じでしたね。で、これは、デンマーク刺繍をするときのクロスステッチ布です。ちょっと幅は大きいですけども、リネンでこう質感がこう柔らかい、いい感じですね。素朴な感じです。で、これはちょっともうかなりの上級者向けですけども、64カウントぐらいの、リネンのクロスステッチ用の布です。これは本当に老眼鏡をつけないと私はできません。これも使えますね。あとはこれ、小銀刺しとか、ハーダンガー用のこう布ですね。これもマークロスステッチにも使えますし、先ほど言った、小銀刺し、ハーダンガーにも使えます。ちょっと感触は硬めですね。で、こういったクロスステッチには、こういった銀ガムチェックも使えます。で、
刺繍、フランス刺繍のですね、布についてはこういったオーガンジーやリネンが混ざった生地で、そして、このシーチングとかの綿ですねを使います。で、最後にこういった花柄ですね、こういったのもフランス刺繍には使えますよっていう、まあいわゆる、まあ布は無限大、はい、そういうことですねをお伝えしました。今日のお話どうでしたかね。こういうあの何でしょうかね、こう有効かなって、これから刺繍を始める方に、まあ少しずつこういったですね、あのことを発信して、皆様が少しでもこう刺繍という世界にですね、ちょっとこう刺繍を始めてみようかしらっていう風な有効な情報を発信できればいいなと思います。もしこの配信にが良かったよっていう方は、高評価、グッドボタンですね。あとは、もしよろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、今日の配信は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。では、失礼します。